前橋から。皆さんおはようございます。6月9日時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから元気にお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます。火曜日担当関谷です。はい、今日は火曜日の関谷さんと元気よくお送りしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構伸ばしますね今日は。はい、今日も元気いっぱいですか？元気いっぱいです。元気しかないです。はい、だいぶ髪の毛も切りましたね。あー、ちょっと切りましたね。でもあんま変わってないです。まあちょっとの切り前髪を整えたぐらいですか？そうですか。はい、今アシさんはとっても面白い髪型をしてるのでね、もうリスナーの皆さんにも見ていただきたいんですけど。いや、面白くないです。これは普通だと思ってやってますから。あの前だけ前だけ髪の毛があって後ろは坊主っていう、はい、いやもう普通いますよ絶対。いやいや、探したらいます。いやいや、あ、ラジオだからちょっと伝わらないんですけどね、前は髪の毛、後ろは坊主というね、ちょっと面白い髪型の謎みたいな。はい、アシさんでございます。さあさあ、そしてですね、今日は非常に暑くなります。日中の最高気温は33度です。はい、昨日は30度だったので、うんうん、昨日よりもさらに気温が上がります。あちー、もう猛暑日になってしまうのではないかというぐらいな。はあ、ねえ、ありえそうですよね。やだよですね。で、明日まではこういったお天気なんですけど、はい、明後日から梅雨入りするかもと言われてるので、お、ひたすら雨です。あー、それも困る。農家さん的には、いやー、今のこんにゃく芋植えが始まって今最盛期なので、ちょっと雨を降らないでほしいですね。そうですよね。はい、でも毎年この時期にこんにゃく芋、そうですね、まあ、はい、雨と戦いながら、雨と戦いながら、あとは田んぼの草刈りもあるし、トマトの手入れもあるし、いろいろ仕事があるんで、うん、まあ、雨降ったらもうカッパ着て田んぼの草刈りですよ。ああ、そうですか。はい、恵みの雨とは言わないぐらいの雨が降りますからね今後は。そうですね、まあまあ、そうですね、ですね。うーん、頑張ってくださいね、アシさん。はい、頑張ってください。さあ、そしてですね、今日のメールのテーマは、はい、今日のテーマは、もしも家族を作るなら。はい、今日はもしも家族を作るならということで、皆さん妄想の家族を作ってください。なるほど。例えばお父さんは誰とか、お母さん、お父さん、うん、お父さん10人とかでもいいですか？どんだけいるんですか？妄想、いろんなお父さんがいてもいいってことですか？どうぞ、それはもうご自由でいいですよ。もう、もう芸能人の方でもいいですし、アニメ界の主人公とか。あ、なるほど。あ、そういうのもあるの、ね、はい、おばあちゃんとか兄弟、ペットまで何でも考えていいですし。じゃあ全部猫 だけでもいいんですか？あ、それダメ。お父さんも猫、お母さんも猫みたいな。いいですよ、それは猫の物語の何とかがちゃんと入ってくれば。ぜひ理由なんかもね込めて送っていただきたいなと思います。はい、では時刻は7時29分を回ります。火曜日です。せーの、いってらっしゃい。テーマお願いします。はい、今日のテーマはもしも家族を作るなら。皆さんの妄想の家族構成をお待ちしております。お父さんは、お母さんは、おじいちゃん、おばあちゃん、兄弟、ペットなど、皆さんの知っている方でもいいですし、芸能人とか、あとアニメ界の登場人物など、はい、好きに家族構成をしてください。アシさん、理由も教えてほしいですよね。理由も、はい、なぜ全員猫にしたのかとか。理由、そんなのアッサンしかいませんよ。誰も来ませんよ。お待ちしております。時刻は7時54分を回ります。せーの、いってらっしゃい。は8時21分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、あっしーこと関谷
しでーす。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。元気いっぱいですね。ありがとうございます。さあ今日お空も元気いっぱいな感じしますね、はい、いやもう元気がすごいですね。ねえ、もう日中の最高気温は33度まで上がります。ひぃ、あと2度で猛暑日ですよこれは。ひぃ、ありえますよね今日もしかしたら。いやもうなんとか風送って上がらないようにちょっと頑張ります。風送るんですか。天に、はい、うちわで仰ぎますんで。ちょっとでも、はい、熱気を上にやるためにちょっと頑張ります。今日は朝頑張ってください。はい。そんなちっちゃなうちわで。いやでもそう、一人一人の心掛けが大切ですから。そっか、じゃあみんなうちわがあったら、一人じゃなくてみんなで、こんなで、ね、空に向かってうちわをあげば、うん、ちょっとは涼しくなるかもしれないですね。ぜひ皆さんやってみてください。やらないですよ。さあそして前橋市の富士見にあります赤城山の白樺牧場なんですけど、はい、こちらのツツジのお花が見頃を迎えてるそうです、うん。いいですね。この牧場はですね、約95ヘクタールあるんですよ、うん。もう広い範囲にそのレンゲツツジだったりとか、あとはね、山ツツジっていうのが、うん、いるので、ぜひ皆さん見頃を迎えています。いるんです。群生してます。はい。はい、ぜひ皆さん、なるほどね。はい、見てください。はい。で、今年は例年よりも開花が1週間ほど遅かったみたいなので、うんうんうん、今月の中旬までは、楽しめるそうです。おー、うん、結構楽しめますね。楽しめちゃいますね、うん。あとはこうなんだろうな、麓の市街地よりも涼しい高原、はい、の風をやっぱ受けてもらえて、こう今暑いので涼んでもらいたいなと。あ、なるほどね。そっか、山の上の方が標高高いから涼しいということで、はい、涼しいので、じゃあ空は仰がなくても大丈夫、山の上に行けばいいって。そう、あー、そういう作戦があった。あ、ね、あというわけで、ね、はい、ぜひ皆さんね、対策取りながら赤城山でね、ぜひツツジ見頃です、見てください。はい。では今日のメールのテーマはどうぞ。今日のテーマはもしも家族を作るなら。はい、今日は皆さんに妄想の家族構成をしていただきたいです。はい。芸能人の方でも OK ですし、アニメの世界の登場人物でも OK です、うん。はい。ラジオネームトゥーパンプさんからです。はい。私の理想の家族は天才バカボンです。あー、言われちゃった。あ、言われちゃった。はい、実はアシさんもそうだったんですね。はい、ちょっと考えてました。あ、じゃあこれは40分台で聞きましょう。あ、はいはい。では、ツーパンプさんはパパママバカボンはじめちゃんだそうです、うんうん。あの家族の名字はバカボンで、バカボンの正式の氏名はバカボンバカボンとなります。あ、そうだったんだ。そうなんですか。知らなかった。アニメ第一作で引っ越してきたバカボンのパパが家の門の表札にバカボンと書いたので、あの家族の名字はバカボンです。はあ。バカボンのパパは IQ が 12,500 という天才なんですよ。天才で、天才バカボン。職業は超一流の植木職人、うん。超美人のママと大恋愛の末に結婚して幸せな家庭を築いています、うん。子宝にも恵まれて、どんなことがあっても最後はパパのこれでいいのだでみんなが笑って終わる、私には夢のような理想の家族です。いやー、これはでもすごいわかりますね。あっさん、わかりますか。はい、じゃあどうぞどうぞ。いやいや、でもバカボンはちょっと憧れの入ってました、うん。入ってましたか。今日のだからテーマで、うん、あーちゃんがなんかないって言った時に、うん、そうね、バカボンかなってちょっと思ったんですけど、っていうことはやはりそう、支持率高いですね、バカボンの。結構来てるんじゃないですか。100通ぐらいメール来てないですか。そうなんです。なんで代表してばトゥーパンプスさんの読んだという絶対嘘だよこれ。あーちゃんのその喋り方の時は嘘っぽい嘘っぽいですか。はい、続いてラジオネーム太田塾講師さんからです。はい。嫁はプロポーズ大作戦の時の長澤まさみさんだそうです。お、細かく指定してきますね。ね、いい、こういうのいいですよ。はい。子供は丸物起きての時の芦田愛菜ちゃんと鈴木福くん。いいですね、こういうの面白いですよ。ペットはアニメの銀魂の貞治です。急にアニメ入ってきた。いいね、いいね。みんなとても可愛いし、演じていた役の性格が最高にいいです、うん。あと義理の父は水曜日の色男さとしさんがいいです。お、親戚の集まりが楽しくなりそう。義理なんだね。義理なんですね。ってことはまさみさんのお父さんになるのかな。あ、そうですよ。
よ。はあはあ、長澤まさみさんのお父さんはさとしさんだったっていう。すごいね。いや、こういうのお待ちしておりますね。面白い、面白い。ぐちゃぐちゃでいいんですね。そういう、あ、なんでもいいんですね。もう、なんでもいいんです。いろんな垣根を越えて。うん。だからこそ面白いのが出来上がるので。あー、なるほど。越えてきてください。太さんありがとう、はい。ありがとうございます。ラジオネーム、ですね、あ、毎度おなじみ、アッシュくん大ファンのモモンガさんからいただいております。モモンガさん、ありがとうございます。私が家族を作るなら、ムツゴロウさん一家と家族になって動物たちに囲まれて過ごしたいんですと。おお、すごいね。新型コロナウイルスの影響で自粛生活を送っている時、友達と会って話せない寂しさもあり、動物の家族が欲しくてたまりませんでした。話さなくても分かってくれるような動物の優しい瞳が大好きです。ちなみにうちの子供は羊が飼いたいと言っていました。屋内のね、動物じゃないんだと笑ってしまいました。もうもんがと。あ、羊とか一緒に寝たらね、あったかそうですね。確かにね、えいいな。冬の時期とかたまらないですよね。夏はちょっとね、なんかもう毛を刈り取って一緒に寝ようかな。もうなんだかわかんない、モモンガさんの娘ちゃんはもう買っちゃったら。そしてですね、ラジオネーム酒太郎さんからいただいております、はい、家族ということで、うん、お墓なら、はい、父はまあちょっと年寄りだが植林の子せんちゃん、はい、母はパーソナリティというより今や実業家の、青柳美穂さん、むーちゃん。あ、はいはい、で父の弟で職業不詳のスケベなおじさんはさとしさんですね。さとしさんってやっぱりそういう系に入るんですかね。で長男、お、長男、農作業しながら、はい、面白くないギャグを飛ばすアッシュくん。ちょっとまあいいや、はい、長男ですか、はい。もう長女はイソヒだけど、最悪の言葉を入れられて、売れないアイドルを続けるイソヒって。いや、そんなに言うたらアッシュだってちょっと最悪なこと言われてますよ。の、ね、農業発達してほしいんですって。コラーで違うわって。いやいや、もう全部受け入れていきますから。そしたらやりがいをなくして、送らなくなる。そしてイソヒが別れたい彼氏、無収入のお宅の豊くん。あ、イソヒの友人の婚期を逃しているミュージカル好きののんちゃん、目崎さんですね、はいはいはい、ベビメタ流せなくてストレスが溜まっているマー君。奥さんが外出した時だけ天国の局長キム君、熟女命の丸岡社長。さて、どんなドラマになるかな。いや、すごいな、もう総キャストでね。え、あ、ちょっとじゃあなんか配信しますか。撮影しますか。いやだ、私これ豊くんと付き合ってるみたいな設定でしょ。いや、もうそういう設定で。ちょっと厳しいかもしれない。でも自分が長男だから、うん、あーちゃんのお兄ちゃん。あ、そうだ、お兄ちゃん。そうですよ。おう、あーちゃんって言います。なんでお兄ちゃんだったら、あーって。いや、面白そうですけど、これは M ウェブをね、はい、本当に愛してくれてる方でしか書けない内容ですよね。確かに。こんだけ社長まで含めて。確かになかなかね、そこに社長入れるっていうのはすごいですね。ねえ。そして、ママちゃんからもいただいております。子供の頃から、所ジョージさんが理想のお父さんでした。おー、いい。趣味が多くて自由でいつも楽しそうにしてる所さんがお父さんだったら、きっと楽しいだろうなーといただきました、うんうん、今日は家族構成でお待ちしております。おはよう前橋から。8時47分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とアッシーこと鈴木です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、外国語ラジオ番組のコーナーがはいはい、やりましたけど、今日は中国語でしたね。はい、シェイ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 。それしか知らないです。知ってます、ニーハオ。他はシェイシェイ。はい、というわけで皆さんもぜひ中国語をね、はい、これで学べたらなと思いますし、ぜひね、外国人の方は、うん、この放送を聞いていただいて、はい、前橋市がね、どういった取り組みをしてるのかも、ぜひ、生活の中の一部にしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあさあ、昨日入った情報なんですけど、うん、学校、
はい、小中あと幼稚園とか特別学校とか、うん、前橋市が今後どういった展開になっていくのかっていう情報が入ってきました。はい、はい、今ですね皆さん、登校登園されてますけど分散登校とか、うん、授業とかも午前中だけ午後だけって分かれてるんですけどね。はい、はい、6月15日月曜日、はい、来週から通常登校に決定しました。はい、ありましたね。ただこの通常登校になるということは、はい、さらにいろんなものを徹底しなければいけないということで、うん、ざっくりなんですけど流れを説明します。はい、はい、まず登校後は速やかに健康チェックカードを活用して健康観察を行うそうです。うん、はい、はい、続いて熱中症へ配慮しつつマスクは着用するそうです。はい、あとは登園後給食前、掃除やトイレの後などは必ず石鹸による手洗いを徹底します。はい、あと座席の配置ですね、うん、はやはり間隔を空けて、うん、あと換気ですねも徹底します。はい、給食、はい、15日からスタートするそうです。おお、はい、今給食なんかね親戚の子の話に聞いたらパンと牛乳だけって聞きましたよ。あ、それだけ？うん、まだ今後どうなっていくかわからないからとりあえずパンと牛乳だけパン給食なんだって。寂しい。マガリンとかないですか？マガリン、そこ心配して。いや、心配パンだけじゃなくてマガリンかジャムかつけてほしい。いや、多分あるんじゃない。コッペパンだったらあると思いますけど。ありますかね。チョコパンとかかもしれないじゃないですか。あー、チーズパン、まあ、それだったらいいですけど食パンだけだったらちょっとと味欲しいですね。あとは水泳の授業っていうのは今年度はなしだそうです。やっぱ3密は回避できないっていうことで実施しません。塩素とかいっぱい入れたら逆になんか消毒になるんじゃないですか？ダメです、ダメです、密は避けられません。あと部活動なんですけど当面の間は学校内で活動しますので対外試合などはしないそうです。あ、こういった面でね、いろいろと、まあ、うん、今まで通りにはいかないんですけど、はい、来週から通常登校になるそうです。以上お知らせでした。はい、はい、ね、ちょっとずつですけど良くなっててよかったなと思います。そうですね、はい、まあ、ね、またね、いつも通りの生活にね戻る日はいつになるかわからないですけど、でもそのために今ね私たちが我慢したりとか、はい、生活様式変えていくのでね、頑張っていきましょう。では今日のメールのテーマ明日お願いします。はい、今日のテーマはもしも家族を作るなら。はい、今日は皆さんの妄想家族を作ってください。はい、ラジオネームゴルゴ38さんからです。自分は理想の家族構成、理想の父親は西田敏行さんです。あー、お母さんは岡村孝子さんです。あなたの夢を諦めないででしたっけの歌を歌われてる方です。はい、とても綺麗な方です、はい、が理想なんですって。うんうん、理由としては2人とも優しそうなイメージが強いのでこういう両親が欲しいなと思いますが、はい、やはり本当の両親が理想ですねと。あと C って一つ挙げるんだったら、自分は男兄弟の末っ子だったので、うん、下に弟か妹どちらか欲しかったなというのはありました。あー、そっか、末っ子だとね、下が憧れるかもしれないですね。ラジオネーム富岡のアリオンさんからです。はい、もしも家族を作るならということで、クレヨンしんちゃんの野原家、はい、かっこ犬の白はいませんみたいな家族で、お気楽マイペースな長男とキラキラしたものが好きな妹、安月給のサラリーマンの私にスーパーのタイムセールが大好きな奥さんと笑っちゃうぐらい似ていましたよと。25年前は父親と息子がお姉さん好きなところも同じだったりしてと。なるほど、自分の家族と似ているという。アリオンさん。じゃあアリオンさん足臭いんかな。ヒロシさんは臭いですもんね。足臭いんですよ。だって靴下でね、よく攻撃するとか英語とかでね、確かなんかヒロシの靴下が攻撃みたいなありますよね。ありますね。アーチさんはどういった構成なんですか？クレヨンしんちゃんも憧れるな。わかる、クレヨンしんちゃん憧れる。すごいやっぱいいっすよね、なんか家族愛も。映画がさ、うん、なんていうんですかね、家族愛とかちょっと泣かせにかかってるのがちょっと嫌なんです。逆に、え、逆にですか？なんか
多分途中から最初は単なるなんか面白、うんうん、こうなんだろう、お笑いじゃないけどふざけたやつだった。ヘンダーランドぐらいまで、はいはい、まあ良かったんですよ、うん、ヘンダーランドの冒険って映画、ヘンダヘンダーですよ、ね、あれくらいまではすごく面白かったんですけど、あの以降ぐらいから急にちょっと大人向けの部分を入れてきて、なんかちょっと大人も涙しちゃうようなシーンがちょいちょい入ってくるんですよね。大人帝国とかの赤い階段を登るやつ、階段登っていくとかね、ちょっともう泣いちゃう、泣いちゃうっすよね、大人とか泣いちゃう、これ絶対狙ってるだろうっていうのがあ垣間見えて嫌なんですけど、うん、でもやはりクレヨンしんちゃんの家族に憧れて、憧れていいなと思いますね。アシさんはお父さんは誰にします？あ、でもさっき考えてたんですけど、うん、教えてくださいよぜひ。父さんはね、やっぱあれ大泉洋さんがいいかなって思いますね。私もいい、それはいい、ちょっと、はい、いいじゃないですか、さん、はい、考えましたよ、大泉洋さんがお父さん、はい、で、で、お母さんは、お母さんはね、ちょっと意外かもしれないですけど、うん、おいでちゃんちょっと待って、みなかみ温泉のそうそうそう、おいでちゃん、ちょっと群馬要素を入れていかないと、待って待って、そこからね、おいでちゃんはまだ24歳でちょっと若いんですけど、やっぱりね、しっかりしてますから。アシさんが何歳設定なんですか、面白い。いやいやいや、まあ、いやね、おいでちゃんね、いつもね、目がね、こういう、そうそうそう、U字の目してるからね、可愛いらしいんですよ、可愛いんですよね、水上温泉のね、そうですよ、はい、面白い。そして、そして、うん、そこぐらいですかね。あとペットに群馬ちゃん、うん、ペットに群馬ちゃん、そうですね、はい、ちょっとグマちゃんと散歩したいなって。面白いね、確かにペットにグマちゃんは最高です。そうですね、まあ申請が降りるか分かんないですけど、グマちゃんをペットにしたいんですって。ダメですね、プロが、一応申請出してみようかなと思って、うん、ブランド化なんで貸し出しは何時間かちょっと決まってますけど、でもまあ一応申請出して通れば、か、あの、出張してくれるわけじゃないですか。そうですね、はい、30分の休憩ちゃんと入れてあげてくださいね、あ、決まりなんで。そうですね、休憩も入れつつそうですね。あー、そう、面白いな。そんなとこですかね。はい、まあ、あとは、ハゲマルくんが好きなんで、ハゲマルくん。ハゲマルくんって。ハゲマルくん知らない。知らないですよ。ハゲマルくんの。知らないですよ。すごいせこい家族はいるんですよ。つるっかハゲマルくんっていう、はい、コロコロコミックで昔やってた漫画の、ハゲマルくん。小学生なのに毛が3本しかないんですよ。すごいね。なるほど、そういった家族がいいんですね、はい、全部なんかこうゆるキャラ系な感じ、まあまあ、楽しそう、アシさんもゆるキャラみたいな感じだからね、楽しい家族が見えました。さあ、それでは他にもハワイのママちゃんからもいただいております、はい、ママはですね、いつもお世話をしてくれたお手伝いさんの木村さんって方がいるんですって。その方とワンちゃん猫ちゃんともう一度戻り家族になりたいという、あ、ねえ、願望をくらせましたよ。いいですね。ラジオネームアット FM さんは、家族の一員で AI の家政婦さん、メイドさんを雇ってお世話になりたいです。 AI? まあ怒んなそうだけど。そしてね、深谷から来ましたさんはね、女の子を育てたかったですとかね、はいはい、高崎のパパさんもね、子供は2人欲しかったかなと、一人っ子みたいですね。なるほどですね。今宅さんは、こう、あの、妄想家族は考えられない、結婚後に考えます、家庭を築けるのか不安だからです。あー、いただいております。現実的や。そしてルルちゃんです。もしも家族を作るなら、カッパハゲはどうでもいいわと。お、子供のいない私はあーちゃんぐらいの年頃の娘が欲しいわと。あ、私26歳ですから、いいじゃないですか、ルルちゃんと近いじゃないですか。ルルちゃんいくつ、27ぐらい、うん、ルルちゃんと近い。違います。ルルちゃんは30代後半だったっけな。あ、そうなんですね。うん、じゃあ足とほぼ一緒、同世代じゃないですか。そっか。はい、というわけで、自動販売機で冷たいアイスコーヒーを買ったつもりがボタンを押し間違えて熱々なホットコーヒーを手に取ってびっくりしたルルちゃんからいただきました。ありがとうございます。あ、まだ未だに熱々があるんですね。ねえ、確かにこの間まだ自動販売機にお味噌汁売ってましたもん。あ、そうなんだ。うん、もう冷たいでいいと思います。いいですよね、今日も33度まで上がりますし、はい、さあ、というわけで皆さん、今日はもしも家族を作るならありがとうございました。ありがとうございました。あれ、アシさん、はい、ルナパークが、あ、そうなんです、ルナパークね、来週から復活するっていうか、一応再開予定でございまして、はい、
一応でも平日のみですね、うん、15日から開催して平日のみなんですけど、はい、やるそうでございまして、まあ3密を避けたりするんで、うん、師匠まだちょっと、あらできない、まだちょっとできないですね。そうですね、距離取ったりとか消毒したりとかマスクとかをやりながらちょっとずつやっていくそうでございます。で迷路はねできたんですけど、まだ完成から1回もまだオープンしてなかったんですけど、はい、そうですよね、来週からようやく、15日からオープン予定でございますんで、トコトコ迷路、この今後何にもなければね、うん、はい、そうですね、急に増えたりするとあるかもしれないですけど、何もなければ来週から平日のみルナパークやるそうなんで、ぜひ、はい、対策を取ってね、対策を取って、うん、皆さんに来ていただきたいなと思います。6月15日平日のみになりますが、はい、ルナパークが再演ということで皆さん楽しみにしていてください。そしてアイさんのねショーも徐々にもしかすると始まってくるかもしれませんので、そちらもお楽しみに、はい、していてください、はい、というわけで今日はですね、火曜日なのでアシさんをお迎えしました。アシさん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に皆さんにエールを届けていただきたいと思います、はい、急ですな、はい、はい、それではアシさんのエールです、どうぞ。エール担当は磯木彩香と関谷氏でした。また明日お会いしましょう。さようなら、バイバーイ。